夏場所5日目は幕下の取り組みが行われています。辻元と海心山が上がりました。辻元は相撲界に入って10年が経過しました。この平成10年は4勝3敗4勝3敗と、今年は好調な1年のスタートを切って、今夏場所も2連勝と、今場所も好調です。土俵経験が長くなると、自分のこの気持ちのね、はい、三瓶さん、コントロールができるようになってきましたという話ですね。非常に集中力は高まるんだけど、はい、あるんだけれども、極めて平常に近い、緊張しない、リラックスという言葉も使ってましたけどね、非常に体がよく動くんですと、今年この2場所のですね、はい、4勝3敗はその辺に原因がありそうですという話をしてますね。今場所も決まり手を見ますと、押し出し押し出しと辻元の相撲が取れてますね。そうですね、今日の相手は突き押しの海心山です。友綱部屋、海心山も2連勝のスタート。左が辻元です。そして右が海心山。寄り切りました、海心山の勝ちです。今日は突き押しの両者ですが、組んでの相撲でした。海心山3連勝、寄り切って辻元は2勝1敗です。